ビデオカメラのデータ復旧を行いました。東京都渋谷区のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、ビクターエブリオ GZHD5。 ビデオカメラが故障し、電源が入らなくなってしまったものです。データ復旧処理を行い、4時間54分の動画データ 100% の復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイと DVD に変換してお渡ししました。